はい、前回までですね、バスドラムとこのスネアドラム解説してきました。最後にこれハイハットというものですね。これを進めていきます。まずキックとスネアをいじってこのようなパターンを作ってみました。聞いてみてください。こういった形となりますね。で、このハイハットがもしですね、なかったとき、ちょっと聞いてみましょうか。こういった形ですね。ちょっとノリが落ちてしまったのが感じられると思うんですけど、このハイハットはですね、このビートの中のちょっと時計と思っていただければいいかもしれません。しっかりとですね、一定で刻むことで、他がですね、例えば16ブーラとか、ちょっと複雑なことをやってもですね、こう成り立たせてしまうと。ということで、ちょっと地味なようで重要です。例えばこのパターンをですね、簡単に16ビートにしたいって時に真っ先に思いつくのがですね、こちらをですね、こういう風にして、そして倍にしてしまうと。この時はですね、前の動画でもやっています、オプションをしながら移動ですね。これでちょっと聞いてみていただくと、良くも悪くも16分間が出てくると。もちろんですね、これだけ入ってるとちょっとしつこかったりとかもするんですけども、後に紹介していくこう音の強さ、こちらでもですね、緩和することができます。例えばですね、これ全部入れず、最初3つとか、で、次は2つ。そして次は3つの、最後が例えばこのまま8分。こういうパターンも作ることができますね。連続させるとどうしても打ち込みっぽくなってしまうと。そういう時にこう使えるのが、今こう連続してる音ですね。こことか、ここだと思うんですけども、これをですね、もう二つ上ですね。ここです。ハイハット違う音色が用意されていますんで、こういう風にすると。元々のものですね。結構緩和されてるのが分かっていただけるかと思います。このようにして自然に16分のノリを出していくという考え方も OK です。8分の元々に戻しましょう。ちょっとこれだけじゃ物足りないという時にですね、使えるのがオープンハイハットとなりますね。ラのシャープが一般的ですね。ここに音を持ってきます。この時の注意点なんですけども、基本的に生のドラムというのはですね、このオープンハイハットとクローズ、同じ楽器となっています。ということはですね、同時に叩けないんですね。どういうことかと言いますと、こうはできないということですね。開きながら閉じるということになってしまいますので、必ずどちらか使用するという形です。こういう風にしてちょっと聞いていただくと、ちょっとビートにアクセントがつきましたよね。このあたり割と自由ですね。例えばこのようにドア頭に入れてもいいですし、バスドラムが低音楽器ですよね。低い楽器。ハイハットがですね、かなりドラムの中でも高い楽器。このバスドラムの位置にですね、ハイハットのこのオープン重ねるとですね、ちょっとこちら戻しておきましょうか。かなり迫力のあるサウンドが出すことができるんですけども、ちょっと今微妙でしたよね。これは何かっていうと、おそらくこれドラムの音色だと思います。だいたいこのあたりまでですね、パターンができてきたらですね、音色も加味していくといいと思いますね。こちら左上押していただいて、この中からですね、クリックして。そしてちょっと今このキットでここの部分聞いていただくと、低音と高音がしっかり出ていて、バスドラと一緒じゃないと思うんですね。こういった形のサウンドの違いとなりますね。そしてですね、オープンハットはですね、やっぱりこうアクセントとして使うので、毎回毎回たくさん入ってるとですね、ちょっとうるさくなってしまいますので、ここに注意していただいて、だいたい小節の中に1個か2個ぐらい目安に入れてみるといいと思います。そしてですね、じゃあちょっと変則パターンの方もやってみましょうか。例えば前の動画でですね、四つ打ちというものを紹介しましたよね。バスドラムがこう、四分音符で入ってると。で、この時なんですけども、最も使われるパターンとして、すべての8ブラのハットですね。ここでですね、オープンで、強調できます。いきなりそれっぽくなるんですけども、キックとスネアがあまり被らない方がいいとか、ここで結構緩和されてるというか、ついつまがうようになっています。ですので、この四つ打ちパターンを作りたいときはですね、8分裏にオープンを置くというのも覚えておいてください。あとちょっと変則パターンとしてですね、8分で刻まずに、7分で刻んでしまうと。
もちろんこの時バスドラム四つ打ちだとちょっと成り立たないので少し変えてみましょうか。こういう風にしてみたいして聞いてみてください。結構こうビート感が大きくなりましたよね。やはりこれも今まで刻んでたものがですね、渋ノリになったからこういう大きなノリになります。これは結構ですね、ロックの生ドラムとかに使われるんですけども、ちょっと大きなビートに聞かせたい、例えば A メロから B メロに行った時の B メロのパターンで使ったりとかが多いかもしれませんね。ということでこれが3つ、キットの解説となります。もちろんですね、非常に奥が深いものになりますので、このあたりをですね、しっかりと把握しておいていただけるとビートを打つのはかなり楽になると思いますので、ぜひですね、音色と合わせて作成してみてください。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。